昨シーズンやっぱ一部に昇格っていうのを目標にやって入れ替え戦まで進んだんですけども、やっぱそこで4点差で負けてしまったっていうところがやっぱり今年のチームのベースになってて、やっぱりその4点差って意外と僅差だと思われてるかもしれないですけど、フィールドを立ってた身からするとすごく自分としては大きな差があったかなって思ってて、それをだからチームの一人一人がどれくらい大きなものに感じているかっていうのがすごく大事だったかなっていうふうには思います。レギュラーとして全試合出させていただいたんですけど、今シーズンは初戦の最初の1クォーター目で肘を外してしまい、怪我してしまい、チームをサポートする形になってしまったんですけど、まあ、サポートするからこそ見えるものがあるかなと思ってまして、選手が熱くなった時とか周りが見えなくなった時に自分が副将として一言か声をかけてあげるとかをすることということを心がけていました。春チームとして6戦戦って3勝3敗っていう、正直納得のできる結果ではなかったんですけれども、まあ、怪我人とかが多く出てしまって、その中でいろんな選手が経験を積めたっていうところは良かったかなと思います。去年に比べて今年の方が個性的な選手が多くて、まあ、正直春先いろんな問題があったりとか、チームが一つになるっていうところに関して、まあ、ちょっと遅いというか、去年に比べてまとまりがないような時期もあったんですけども、やっぱり1年生以外の選手が入れ替え戦を経験していて、心の奥というか、やっぱりどっかで全員が一部に上がりたい、来年一部でやりたいっていう思いが、まあ、去年よりは強くて、まあ、いろいろトータルして去年よりもいいチームが作れてるかなっていうのは感覚的に思います。今年のチームの強みは全員が意見を発信するということです。全員が全員ちゃんと意見を述べれるということでは、まあ、全員が全員を把握できるっていう、まあ、絆っていう面で強いチームだと思います。雰囲気に乗れた時っていうのがすごく強いと思ってて、だから逆に言うとそのチームの雰囲気が少し悪くなり始めると、それにダラダラ流されちゃって負けの形が見えてくるみたいな、そういうのがあります。今ディフェンスの中で取り組んでることの一つとして、そのチームが雰囲気悪い時にどれくらい声出して盛り上がれるかっていうのを一個目標というか課題としてやってますね。だから雰囲気が乗ってる時は本当に勢い乗ってる時は強いと思います。やっぱりチームの主将として、まあ、誰よりもいいプレーして全員がこの主将についていけば一部にいけるなって思えるような選手になりたいと思ってます。自分はガツガツ暴れていくようなスタイルでやってるんで、そういうアメフトの醍醐味という荒々しさみたいなところを見て、自分が激しくプレーを止めているところを見ていただければいいかなとは思います。まあ、試合に出れる選手出れない選手いると思うんですけども、入れ替え戦に勝った瞬間に全員が嬉し涙を流せる、一人もこの試合がどうでもいいというか、試合に出れなかったからっていう思いがなくて、全員が嬉し涙を流せるようなチームになりたいなと。ビッグプレーを起こしてもう相手チームボコボコにするんで、まあ、よかったら見てってください。まあ、必ずこのチームの歴史に残るようなことをして、このチームの一員に上がりたいと思います。今年東部60周年という節目の年でもありまして、やっぱり一部もうそれだけですね。はい。
ハウスホームホースホース、こっから勝負ね。2回戦前ノーストップで全身全力かけていくよ。下げろエロンスにマッチする。